スリープフリックス講師の伊藤です。今回はヘビオロスティにより制作されたコンプリート10アルティミットにも含まれているこちらのシネマティック音源ダメージについて説明してまいります。こちらの製品の最大の特徴としては、映画用の派手なパーカッションサウンドを手軽に楽曲に取り入れることができる。またエフェクトなども豊富で、音をかなり攻撃的にできるので、エレクトロニカなどにもおすすめできます。まずですね、サンプル楽曲の方をご用意いたしましたので聞いてみてください。まず第1回目はこちらの製品の基本的な使い方から説明してまいります。ソフトの立ち上げは通常の音源同様、インストゥルメンタルトラックを使用して立ち上げます。こちらのコンタクトを使用いたします。コンプリートコントロールでも立ち上げることができますので、お持ちの方はそちらも使用してみてください。こちらですね、ダメージ押してみると、リズミックスイーツとパーカッシブキットに分かれております。それではまずこちらのリズミックスイーツの方から見ていきましょう。こちらのリズミックスイーツでは主にビートスライスされたループを使用できます。ループメニューとシングルループス、2つがあります。こちらのループメニュー、テンポ同期するグルーブの作成に向いております。鍵盤1つ押すだけでテンポ同期ビートスライスされたループのプリセットメニューを使用することができます。それではこちらのループメニューから見ていきましょう。このように主に4つのジャンル、エピックオーガニック、エピックテック、インダストリアル、マングルドポップに分けられております。それではこちらのエピックオーガニックのフル、立ち上げて音を聞いてみましょう。非常に迫力があり、音質もいいですね。このように各鍵盤にループが配置されております。こちらでも見ることができますね。G#2、C#2 と。それではこちらの C2 に配置されているサンプルを実際に打ち込んでみましょう。非常に簡単です。こちらのイベントから中に入り、ピアノロールで C2 のところ、こちらに打ち込んであげると。これで再生すると、このようにループが再生されます。このループの、この後ろになってる金物、これだけ使用したいという方は、こちらのエレメンツを使用してみてください。こちらのエレメンツの方から、このように、いくつか組み合わさったループの中から、一つだけを使いたい、または組み合わせて新しいものを作りたいという時も便利ですね。エレメンツの方を使用してみてください。それでは一度戻り、こちらのシングルループスの方を見ていきましょう。こちらのシングルループスカテゴリーには900以上のシングルループのプリセットは含まれております。各ループをもっと細かくアレンジしたい、微調整に向いております。またサンプルのループをミディデータとして扱えるので、ここにキックを置こう、ここにスネアを置こうなどもできます。例えば先ほどの C2 のこのサンプル、鍵盤の紫部分を押すことで全体を聞くことができます。このように鍵盤が動いております。つまりサンプラーを使用した際みたいにビートスライスされたミディが使用できるんです。こちらのミディトゥーホストと書いてあるところ、こちらをクリックしてそのままドラッグ&ドロップすることにより、このようにミディデータが現れます。そしてこちらを演奏させることにより、このような状態で見ることができるんですね。ということは、聞いてみると、こちら、キックですね。例えば、キックがこう欲しいとか、こちらのスネアの音が、ここにも欲しいだとか、こちらのサンプルを細かく打ち込んで、このようにグリッチっぽく使用したりだとか、たくさんアイデアが湧いてきそうです。こちらのシングルループス、やはりフルとエレメンツありますね。例えば、先ほどの金物だけを使いたいとき、ループメニューズから選んだけど、タイミングが合わなかった、
そういう時はこちらのシングルループスから選んでみましょう。先ほどは D シャープ4だったので探してみると、こちらメタルズありますね。こちら読み込んでみて、そしてこの紫の鍵盤だと全体で再生されますので聞いてみましょう。こちらもドラッグ&ドロップしてみましょう。そうすると先ほどと同じようにこのようにスライスされた状態で見れます。なのでタイミングなども自由自在に変えられると。それでは最初の階層に戻り、こちらのパーカッシブキッズ見ていきましょう。こちらのパーカッシブキッズでは200以上のパーカッションサンプル音源と500以上のシングルショットを使用することができます。これらカテゴリーに分かれていて、今までのループを再生するという感じではなく、普通のドラムの打ち込みのような、そのような形になります。こちらのエスニックドラムス見てみましょう。開いてみると、このように鍵盤に楽器が配置されております。こちらのメタルズも見てみましょう。このように各楽器ごとに使用することができます。パーカッシブキッズからいくつか選んで、オリジナルのループを作ってみました。このように楽器として使ってもよし、先ほどのリズミックスイーツのループにパーカッシブキッズを加えてもよし、そしてパーカッシブキッズのみでオリジナルのループを一から作り上げてもよしと、かなり自由度が高いです。次回はこのたくさんあるつまみやエフェクト、そしてループメニューにあるこちらの TFX、 これらの機能を見ていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 PC の方はスリープリークスのロゴをクリック、スマートフォン、タブレットの方は動画の下チャンネル登録をタップしてください。